令和版ドロドロ純愛ラブストーリーがフジテレビ系木10で開幕しました。第1話では主人公新田正樹がピアノ教室の廃業を機に桐谷高校の教師となるところから物語が始まりました。新田を推薦した前任音楽教師小坂幸乃の謎の失踪や家庭環境に問題を抱える女子生徒泉さえに関わることで正樹の人生は一変していく。次回第2話は警察が桐谷高校を捜査する。正樹の前任であり大学の先輩でもある小坂幸乃が私物を残したまま突然失踪し行方がわからなくなっていたが遺体で発見された。警察は殺人事件を視野に入れ、教職員の聴取が始まった。2年3組の担任である鏡は、さえや慎太郎ら生徒たちにも、雪乃のことをちゃんと伝えた。彼女を慕っていた生徒も多く、さえもまたその一人だった。ショックのあまり、呆然とするさえ。そして、そんな彼女を正樹は見つめていた。夕方、正樹はいつものように音楽室に足を運んだ。そこにやってきたのはさえだった。二人は一緒にピアノを弾いていたが、さえは手を止め正樹に尋ねた。どうして死んじゃったんだろう、と。その問いに対して、正樹は冷静に、死亡解剖をして調べないとわからないと答えた。そんな彼を見てさえは、兄の恋人でもあった人が亡くなっているのに、冷めた態度をとる正樹を理解できないと思った。あくる日、正樹は実家へ行き、親父の後を継ぐ気はないと、学校法人立修学園の理事長を務めている父、秀夫に告げた。それに対して秀夫は、殺人事件が起きるような学校は、ろくなものじゃないと言い放つが、正樹も負けじと、亡くなったのが、兄、康介がずっと付き合っていた女性であることを告げ、さらに、結局、兄貴のことだって、大して知らないんだな、と言い残し、その場を後にした。数日後、桐谷高校では、三者面談が行われていた。さえは鏡から指定校推薦枠に押せると言われ喜んでいたが、青春ラブストーリーや恋愛関係に発展するかしないかの瀬戸際を行くムズキュンがラブストーリーの主流となっているこの令和時代に、平成ジャンプの中島裕翔さんを主役に据え、子役時代からの実力を兼ね備える吉川愛さんをヒロインとした、純愛だけれども不協和音となっていくドロドロとしたラブストーリーが満を持して始まりました。設定や内容への楽しみもありつつ、視聴すると、主人公の新田正樹をはじめ、母親に苦労する泉さえや、正樹の同僚となった臼井愛美など、登場人物全員と言っても過言ではないほどの陰キャが多くて驚きました。そして、ジャニーズなのにいいのかと、こちらが心配になってしまうほど、正樹の心の声が真っ黒すぎでしたね。その時点で視聴者の興味や関心が最大に引き上げられました。さらに、ただの恋愛ものではなく、サスペンス要素も加わっているのが見どころとなっていました。正樹とさえが出会うきっかけを作った小坂幸乃の失踪の疑いが出始めたと思いきや、1話のラストではすでに遺体と化していました。この時点から視聴者の中でも考察が始まったかと思いますが、正直、この第1話だけでは容疑者候補が多すぎて絞れませんよね。どの人物も建前と本音の間をうまく切り抜けた生き方をしているように見えました。彼女を自分とは真逆の存在であると認識し、嫌悪感を抱くも、香水を拝借するなど、生徒にも慕われる彼女に、どこか憧れも抱いているかのような薄いまなみや、雪乃に振られたことを逆恨みして、教師という立場でありながら、雪乃の悪口を学校の裏掲示板に書き込む先生や、穏やかでいながらも、本心では何を考えているのかさっぱりわからない、2年3組の担任、加賀美誠も十分犯人として伺えます。まだまだ彼女がなぜ死ななければならなかったかという理由や、自分の死を予測していたかのように、正樹に後任を頼んでいたことなど、明らかになっていない部分も多く、これから考察合戦が盛り上がりを見せそうですね。常に兄と比較され、期待もされずに過ごしてきた正樹の、相手の喜ぶ答えを与えるだけという極論は、きっと彼にとっては間違ってなく、同情できることですが、そんなことを思い、平気でつらつらと嘘を言う彼の腹黒さには怖ささえ感じました。けれども、母親に手を焼き、一日でも早く自立したいと考えている際には、その嘘も心の中さえも筒抜けのようでしたね。さえの幼少期から顔色を伺って過ごしてきたことが、彼の腹黒さを超えたよう。彼女にも多くの視聴者が同情したと思いますが、そんな彼女が正樹にどんどん惹かれることで織りなす不協和音が今からドキドキですね。第1話の時点では、正樹の表情では彼女への興味関心がどの程度変化しているのかは判別が難しいところでしたが、これまで物事を心の中のブラック正樹が考えていたのに対し、彼女が康介の7回忌の会場まで正樹を止めに来た際に、ブラック正樹の意見に背いて彼女の手を取り走り出した地点が彼の分岐点となっていたのでしょうか。一方、さえに好意を寄せているも全く相手にしてもらえていないクラスメートの慎太郎も、後に大きな問題を起こしそうな雰囲気をプンプンと出していましたね。不協和音になるための伏線があちらこちらにばらまかれたようでした。実力派俳優が揃っているからこそ、一人一人のキャラも濃くなり、すべてが印象深く演出されている純愛ディソナンス。今回最も強烈だったのは、富田靖子さん演じる紗重の母、静香ではないでしょうか。紗重が一生懸命に貯めていたお金を、ほぼ全額恋人にあげてしまうという奇行を見せた毒親。当然、葉山もかなりひどくて下劣な男だが、娘よりもそんなクズ男を大切にする静香がとても許せなくて、嫌悪感を抱きました。今後の展開としては、物語は5年の月日が経つようだが、一体静香はどうなっているのか、物語の内容と同じくらい気になります。禁断のラブストーリーと謎に包まれたサスペンスが同時に鐘を鳴らしたとき、それは不協和音となす。次回第2話は7月21日放送となります。ぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。